箱根駅伝に出てたイエゴン・ヴィンセントってやつがお前の初めてのイエゴン・ヴィンセントいいね、名前が。ナラントン・ガラグ見てていいじゃん。機関黒つ持ってる。<laughs> あの、ちょっと待って、日本の方だよね、イエゴン・ヴィンセント。<laughs> 日本語喋れないら嘘じゃねえか。コテコテの、お前コテコテの、あれじゃねえか。留学生じゃねえか。 ケニアからの留学生らしいぞ。絶対違うじゃん。ケニアナンバーワンでも俺の配信で日本語を勉強してるのかもしれない。俺もグローバルになったもんだ。<laughs> あいつありがとうしか言えない。<laughs> ありがとうが言えればいいじゃねえか。かわいい。何歳イエゴン・ヴィンセント。 もう走んないの青学の極のやつがお前の味見てるいいね。ちょっとそれ調べるか。なんかそういう一覧のやつ見してよ。一覧のやつ。なんか毎年出るじゃん。え箱根駅で応援しに行く枠やりて。あれって配信しちゃダメだよね、多分ね。うわ、やればよかった いや、いいじゃん俺のこと好きなやつに頑張れってやりに来てんじゃんうわー多分ダメだよな無言で追いかけようかな、こうやって。俺もう西村博之みたいに思えより、この前、ちょうど俺、結婚記念日の日に、あのー、あれ行ってきたんだよ。箱根行ってきたから、地獄やあそこ。ここ走るんだ。あのヘアピンカーブ。 俺は自分のことを応援してるやつを無条件で応援するから。<laughs> <laughs> みんな見てくれ。<laughs> いいね。目の付けどころがいいね。<laughs> えっと、先週大学、鳴島しま、こうき。え、好きな、タレント、吉川愛とか、当時一。<laughs> いいね。俺もちなみに吉川愛ちゃん好きだ。理由は、4人も,4人も奇妙な物語で、花と多分共演したことがある。 この人めっちゃ可愛かっただよねこ女の、あれだよね待って、ほに吉川愛ちゃんかめっ、小役でさ、あのー、リーガル範囲に出てたことでしょめっちゃくちゃ美人だったなんか、光ってたピラ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 ハピランで。めっちゃ美人だったマジで。なんか、俺が車でこうやって待ってて、そしたら、そのウィーンってつけて、そのスタジオに、 出てくるときに、扉開けてワンピース着て、白いワンピース着て出てきたんだけど、死ぬほど可愛かった。<笑><笑>いいね、こうはな脇田光太郎いいね。脇田光太郎いい。加藤純一。加藤良蔵見てるいいやしか。よくぞ、このい、極の一番上で。一番上で俺を宣伝した。脇田光太郎。お前よくやったよ。ワッキーって呼ぶわ、今日から。 ワッキーよくやった。二重よりも上に俺を <laughs>。よくやったぞ、ワッキー。青学、あれ、あれなのその、往路何位だったのムラッシュゲーミングに今入れよう。え ?3 位だったの <laughs> めちゃくちゃすごくない ?1 位はワッキー走っちゃったんだ、もう。駒沢中央、青山なの すご。十区の持月武士は木工が好きって書いてあった <laughs> じゃあ、五区が加藤で六、十区が木工なんだ。青学六区も加藤チーだぞ。<laughs> 絶対、じゃ、局所的に俺流行ってるじゃん。青学の駅伝部で流行ってる。ね青学の陸上部で俺流行ってる。頑張れ応援してるよ優勝してな <laughs> 若者がね、そうやって名前出してくれるの嬉しいわ。 <laughs> 東洋大学の短距離オリンピアに加藤一一番がいる <laughs>。なんでだ、陸上部にそんな局長的に流行ってんの、俺 <laughs>。ね<え笑>いや、でも嬉しいよ。そういうの。めちゃくちゃ。